飛ばせてください、もう少し。今夜は帰らない、帰りたくない。おはようございます、こんにちは、こんばんは、鶴海です。今日も喉の調子は絶好調です。まあそういったことで、ただいま無時間2時57分、私は今浦幌十勝川に向かってます。浦幌十勝川の第2戦です。前回は意外と連れてくれました。ということで2戦目もですね、少し期待してですね、釣りをしたいと、こんな風に思ってます。浦幌十勝川はね、やっぱりいいですね。まず何がいいかっていうと、あの車の駐車場から釣り場までがめちゃくちゃ近いっていうこと。キウイのいいとこはですね、鈴をですね思いっきり鳴らしてくれますね。チャリンチャリンチャリンと勢いよく鳴らしてくれるのが、これが心地いいです。そんなことで今日も頑張って釣りをしたいと思います。今白いあのノウサギがいました。あのこっちの方はノウサギが結構多いんですよ。一時かなり減ったんですけどね、この辺すごく多いです。今は冬毛ということで真っ白になってますね。そういったことで、何なのかちょっと分かんないですけども、行ってみよう。さあ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 、おはようございます、釣り深いです。さあ、浦幌十勝川第2戦です。今日はですね、おうちでコーヒーチャンネルさんとちょっと楽しんでみたいと思います。さあ、私がちょっと予定より早く来てるんで、先にセッティングと準備の方は私の方でしていきたいと思います。朝ちょっと風ありますね。そんなに極端に強いわけじゃないですけど、多少風があります。今日はテントはきっちり立てましょう。前回なんとなくそこそこ釣れたんで、今日もまた、来ました。キュウリ釣りはね、楽しいですよ。キュウリってね、結構引いてくれるんですよ。だから鈴をね、気持ちいい感じでチャリンチャリンチャリン鳴らしてくれるのがね、最高にいいです。テントの中にいてもですね、安心して。氷上の麻酔だとね、場合によっては鈴を鳴らさないときがあるんですよね。なんですけど、キュウリはですね、素直に鈴を鳴らしてくれるんで楽しいです。さあ、場所は前回と同じ場所でやってみたいと思います。意外と岸寄りが良かったですね。岸寄りがなんか良かった感じがします。結構皆さんやられた跡ありますね。さあ、今日もはっきりとやりますよ。前回確かここでやったような気がしたな、ね、ここ前回やった場所です。前回と同じような場所でやってみましょうか。この辺にテントを張ってですね。そうですね、場所的にはこの辺がいいでしょう。よし、それじゃあテント張ります。風があるね、今日はね。きっちりテントを張りましょう。よし、よっしゃ、ね、よし、いいね。もうちょっとしたらお家でコーヒーチャンネルに来ると思います。先に準備をねしてあげましょう。
し。買ってから一回も歯変えてないんですけど、全然大丈夫ですよね。あ、買ってから？はい。私のやつも大丈夫。全然丈夫です。俺ね、今シーズンさ、はい、ここんとこさ、はい、ぽっきり折れてさ、そしてなんていうんだ、固着しちゃってさ、折れたやつがこの中に、あららららら、動かなくなってさ、あららら、いやこれどうしようと思って、治んなかったらまた1万7000円ぐらいするんだよなと思って。でね、マキタのさ、アタッチメントじゃなくて、うん、アタッチメントなくて、マキタの本体の方が、うん、根元のとこぼっきり置いてさ、あららら、そしてさ、開けようと、緩めようと思っても緩まないのさ、あららら、それでマキタの帯広の、はい、なんか営業所なんだね、はいはい、そこに持ってってさ、はい、なんとかなんないかってあれさ、治ったさ、1000円でよかったですね。いやもうあって当たり前だからさ、ひえーと思ってさ。そうですね、たださ、このアダプターはさ、新しいの買ったさ、あーそっか、うん、アダプター折れちゃった、ね、うん、1万円ぐらいかな。アダプター高いですよね。高い、この鉄の棒なのに。そう、一番長いやつあったんだけどさ、そこまでいらないと思って、二番目に長いやつ、はい、うん、9000何歩で売ってたからさ、それにして。さあやろうや、早速ね。もう今、もうまさに釣れる時間だからさ、ちょっと張り切ってやってみようや。釣れるでしょ、今日は。今日は前回ダメだ、磯目持ってきたかい、磯目ね、売ってないのさ、売れない、買う人いないんだって。あー、まあ、確かに似合う。うん。だから、やっぱりね、DCM だね。DCM。よし。やろうや。ねえ。元気元気。特養って高いよね。700何十円すんね。これ2パックやる。2パック。餌足りなくなって、なんか終わるのやな、いつも余しちゃうんですよ、ええ、そしたらね、たくさんつけたらいいわ。たくさんつけてね、やっとんが釣れるから、ケチんないで。前回ケチってやつだもんね、俺。落ちてる、これ。あ、いかん、あ、すげえ。ねえ、ワカサギだわ、これワカサギだよね、きっとね。来てよ、これ。やらないかい。ちくしょう、完全なの、感じなのが来ないで。ワカサギ絶好調ですよ。よし、あ、また2匹だ。
3本しか張り付いてそうだね、そっちでちょっとタッチでやってみないかい、これ使って次の感触味わってみないかい。やってみな、これ入れ替えて、それそこれこっち置いて。